ただ、僕はあの西野さんは評価してるんですよ。西野さんあれ、オンラインサロンっていう言い方をしてるんですけど、西野さんがやってるのって、あれ、ただのメルマガなんですよ。あの毎日西野さんのメルマガが読めるのが月1万円っていうのをやってるっていうので、ただメルマガっていうよりはオンラインサロンっていう形にして、相互にコミュニケーションがあった方が結果うまくいくよねってやってるので、なので僕、西野さんのオンラインサロンに関しては割とプラス評価なんですよ。 その毎日ちゃんとメルマーを書いているってはずなので、僕が知ったときは書いてたの今書いてるから分かんないですけどね。でもだって、毎日なんか2000文字かなんかの文章が来るので,で、30日で考えると、1日300円なんですよ。で、300円で2000文字の読む、月1000円だっけであれば30円か。であれば別にいいんじゃねえって思うので、なので、そんなに目くじら立てるような話じゃないんじゃないかなと思うんですよ。ただ、基本的にはオンラインサロンでてうさんくさい人がやってるっていうので、僕は正しいと思います。 別にいいんですよ、やりたい人はやりたいように、あの別に法に触れることでもないし、やりたい人がそれで稼ぐのは好きにすればいいんですけど、なんだろうね、あのまあ僕も多分オンラインサロンやったら、それなりに人も入ってくるし、儲かると思うんですけど、あの多分その、じゃあ、月1万円ですって言って、その1万円をもらっても、その価値を返せる気がしないんですよね。で、別にあの満足して払ってるんだから、払ってる人がいる以上、返せてるんだから問題ないよねという考え方もあると思うんですよ。 ただ僕はなんか1万円分は何かしないといけないんじゃないかなと思うタイプなんですよ。要は缶ジュース100円を100回ですよ。あの、缶ジュースも買わない僕にしてみると、その缶ジュース100回を買おうと思う価値を提供するって何やったらいいのみたいになっちゃうわけじゃないですか。なのでなんかそういうなんか約束をするのが嫌なんですよね。今その1万円分の価値を提供し返さなければいけないという約束をするという感じが嫌で、僕そのスパチャもらって答えるというのを今やってるんですけど、別にあの、 じゃあ2000円払ったからそれ答えますよって僕一言もどこにも書いてないんですよなのであの前回とかあのスパチャもらってる最中に突然放送中止っていうのであの放送終わっててあの読んでもいないし金払っただけの人が何人かいらっしゃったんですよほんとすいません <laughs> っていうのもあってただまあ申し訳ないと思うんですけどただまあそういうもんでしょと僕はあのなんかお金もらった分返すとは一切言ってないのでなんか毎月1万円って言った以上やっぱ返さなきゃいけない気するじゃないですかいやしない人はしないでいいと思うんですよ僕はそういう気がしてしまうから嫌だっていう 僕も誰だと見せさいます。<laughs>